製造現場のニューノーマルをメルセック IQR で実現。生産データを蓄積したデータベースを使い、不具合を一瞬で特定する方法を紹介。データベースの構築とメスインターフェースユニットの設定編。本動画では3データベースの構築と設定、4メスインターフェースユニットの設定について説明します。それではデータベースの構築と設定を行っていきます。メスインターフェースユニットは様々なデータベースに対応していますが、今回はマイクロソフト SQL サーバの無償版をダウンロードし、パソコンにインストールします。さらにマイクロソフト SQL サーバマネジメントスタジオという SQL サーバの管理ツールも合わせてインストールします。インストール完了後、データベースの管理ツールを立ち上げ、検査データを格納するテーブルを作成します。別動画のユースケース編で決めた検査データである日時、寸法、重量、品種 ID をこのように設定します。次にメスインターフェースユニットの設定を行っていきます。まずは専用ツールである情報連携機能設定ツールをパソコンにインストールします。このツールで先ほどデータベースに作成したテーブルと転送する CPU ユニットのデバイスデータを紐付けていきます。具体的には1対象の CPU ユニットの設定、2転送させるデバイスの選択、3アクセス先となるデータベースの指定、4データベース内に作成したテーブルの指定、5データベースへ送受信するタイミングや条件といった5つの設定を実施します。この設定をメスインターフェースユニットに書き込み、運用を開始します。今回は検査が完了したタイミングで、検査データが次々とデータベースへ転送される設定としました。なお、この設定ツールについてはスタートアップガイダンスとして別の YouTube 動画を公開しており、そちらで詳しい設定手順を説明しております。ぜひそちらもご覧ください。続いて Excel を活用したデータ解析編をご覧ください。